こんにちは。今日電車の広告で、なんつうんですかね、マッサージチェアの写真見て、いいなと思いましてね。欲しいですね。でも置く場所もないし、高いから無理ですね。あのチョコザップのチラシに載ってました。チョコザップにあるんですね、マッサージチェア。筋トレとかした後にマッサージチェア座ったら最高ですね、多分。でもな、あのマッサージ屋さん行くと結構お金かかるんですよね。5、6000円かかるんだけど、そのお金あったら、なんかあのビーンってやつ、あの自分でこう当ててやるマッサージ機買おうかなと思ったんだけど、あれはあれで疲れるんですよね。こう機械を持ってこう自分でこうやったりとかしないといけないから。マッサージ屋さんのいいのは、もう自分はもう寝ててもいいわけじゃないですか。何もしないで体をほぐしてくれるっていうね。それがいいんだよな。だからあの、なんていうのかな、買おうと思ったこともあるんだけど、ちょっと買ってない。でも体は、ほぐしてもらいたいみたいな。でも自分、あとあのゴロゴロこれぐらいのローラーみたいなやつ背中に当てたりとかして、こうやって自分でこうやって床の上でゴロゴロゴロってやるのもすごい気持ちいいんですけど、背中とかゴリゴリゴリって、あと腕とかこう横になってこうやってゴロゴロしてもいいんですけど、ゴロゴロさせるときに結構ね、あれはあれでね、足が今度疲れる。こう自分でこうやったりとか加減しないといけないから、腕でちょっとこう突っ張ったりとかしながら加減しないといけないの、当たり具合を。あれはね、あれでまた疲れるんですよ、違った意味で。まあだから我慢していくしかないんですかね。でですね、今日の1分間レッスン行きたいと思います。1分間レッスンどうぞ。はい、1分間レッスンです。今日はですね、ライドシンバルの位置について話したいと思います。1分間で話せるかな。用意、1分間スタート。はい、ライドシンバルの位置です。僕はですね、ライドシンバルはどこに置いたらいいんですかって聞かれたら、だいたいこうタムここにあるじゃないですか。タムあったとして、この流れでこう叩きやすい位置、この流れ、タム、タム、ライドみたいな3つ目のタムがあるようなイメージでセッティング、かつフロアタム叩くときに邪魔にならないこう前後関係で置くようにしてます。で、角度ですけど、角度もやっぱりタムの角度に準じた感じで、角度つけた方が自然かなと思いますね。あとあの見た目重視とかで結構水平とかにする人もいますけど、それはそれでありです。僕は結構好きなんで水平のセッティングで、でそういうのはいいと思うんですけど、基本的にはそういう並びに準じた感じで置くと、あとあのちょっと高めにセッティングして、こうなんていうの、垂直に近いまでいかないですけど、こう角度垂直に近い方にやるとですね、あのバウンドしやすくな、バウンドを取りやすくなるので、角度をこうするとね。だからライドシンバルをリバウンド使って早く打ちたい人は少し角度をこうすると。はい。あ、何ですか。自転車の鍵。え？自転車の鍵ですけど。自転車の鍵。ないですか。ちょっと待って、はい、すいません、今ですね、あの自転車の鍵をスタジオに忘れてないですかっつって、あの生徒さんが戻ってきてですね、今中断してしまいましたけど、自転車の鍵ですね、スタジオには忘れてなくてですね、カバンの中に入ってましたね。ありがちなんですよね。僕もよくやりますね。ないと思ったらポケットに入ってたとかね。ポケットに入れた記憶ないのに、そういうことあるんですね。というわけでライドシンバル角度こうするとですね、リバウンド使って
叩く人は、叩きやすくなります。はい、イプカレッツでした。ありがとうございました。はい、ちょっとイプカレッツ、アクシデントがありましたけどありがとうございました。でですね、今日の本題なんですけど、今日はですね、ハイハットのオープンで、オープン連続でやるとき、こういう、こういうのよくありますけど、これやるとき、まあ今みたいにこれでいいんですけど、僕はね、これ僕の話ね、いいんだ別にこれで、これで全然いいんですけど、僕ね癖でね左手入れるんですよ。少し入れるっていうよりもちょっと振る感じ。そうするとね、リズムがね取りやすい。こうやってるんで、これを16分裏だけ叩くよりも左手入れてあげた方がね、ちょっとリズムが安定するんですよね、僕の中で。それをね、一応教えるっていうよりもリズムが安定しやすいですよっていう話。逆にね、多分入れたくない時もあると思う。その何ちゅうでしょうね、その曲の曲調とかにもよると思うんですけど、あとこのだけでやっても全然 OK なんですけど、これもね僕に入れちゃうんですよ。でもね、こうちょっと触れるだけ、思いっきり打っちゃうと音出ちゃうから、なんかこう気持ち振ってる感じ、こういう感じ。入れてあげると、なんちゅうのか、安心する。やっぱね、年取るとね、ちょっとね、安心したくなるんです。保険をかけたいって言ったら変だけど、でもまあ、16分裏でチューチューってやるときって、裏にね、あんまり余計な音を入れたくないっていう気持ちもあると思うので、そこはまあ、その人の、判断っていうか、僕もやっぱりさっきも言いましたけど、入れちゃうとやっぱどうしても音が少し鳴りますから、これよりもこうやって裏に入れてあげない方がキレはいいです。出ちゃうもんね。まあ、リズムがねちょっと不安定だとか難しい、あとちょっとテンポが若干遅い、少し遅くなるとさらに入れたくなる年頃なんですよ。一応参考までに入れたりとか入れなかったりとかやってみてですね、自分の好みで使い分けができれば良いのかなと思いますね。連続じゃなくても、こんな感じで、ずっと振ってた方が安心。チーウ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 じゃなくて、一発でも。表の時はねあまり不安にならないんですけど、右手だからやっぱ左手で、ね、左手で入れる時はやっぱ右手もちょっとサポートで入ってあげた、入ってあげたい
年頃、はい、入れてあげたいですけど、昔はね入れなかったですね。うん、なんでしょうね、やっぱりね、あの、やっぱね変わってくるんですよ、だんだん。昔こうやってたんだけど今こうやるっていう、そういうねのはね、まあ今そうですね、パッと出てこないですけど多分あると思う。昔だったらこうやってたんだけど今だったらこうするみたいな、そういうところになんちゅうのかな、今でしかできない演奏っていうのがねやっぱり出てくると思うんですよね。やっぱり若い時はね、若い時のね感じが出るんですよ。で今は今で今の演奏がね出るんですね。っていうかそういうのがこう出せるように心がけたいとは思ってますけど、僕がね今更ね若い人がやってるような演奏を真似して若い者には負けんぞみたいな感じでやってもしょうがないですから、それは無理があるから、やっぱ今でしかできないね、年寄り臭い演奏ですね目指したいと思います。ありがとうございました。